にちは、ギターの佐々木秀久です。今回はですね、エフェクターの代名詞といっても過言ではない、ブランドボスからリリースされましたロックアンプ、刀アンプ、これをご紹介したいと思います。切れ味鋭いサウンドと好評のこのアンプの実力に迫っていきたいと思います。まずはそのサウンドをチェックしていきましょう。今回はシリーズで特に人気の 50W モデルですね、こちらを使って、サウンドチェックしていきたいと思います。刀アンプはですね、どのモデルも5つのアンプタイプを、搭載していますね。クリーンからハイゲインまで、本当にね、プロの現場でも十分使えるサウンドクオリティだと思います。それでは早速、何といってもこのアンプの顔でもあるですね、ブラウンタイプから弾いてみたいと思います。はい、レンジが広いのにね、中音域の粘りがあって、まさに、ブラウンサウンドだなというふうに思うんですけれども、まあ、ジューシーでね、リードにもバッキングにもどっちにもバッチリ使えるなって感じですよね。で、あと僕がすごい気に入っているのはですね、ギターのボリュームの追従性がすごい良くて、このね、クランチクリーンもすごいいい音だなというふうに思いますね。はい、では続いてリードタイプ弾いてみたいと思います。はい、こちらはブラウンに比べてね、少しすっきりした、印象だと思うんですけれども、弾きたいジャンルとか好みに合わせて使い分ければいいかなというふうに思います。では続いてクランチとクリーンお聴きください。最後はアコースティック、こちらはエレアコ用のアンプタイプですね。それでですね、刀アンプはですね、パワーコントロールって便利な機能がついてるんですけれども、アンプの歪みっていうのはですね、このプリアンプとパワーアンプのこの組み合わせで歪み方が決まってるんですけど、その歪み方を変えないでですね、音量を最大出力を変えるという機能なんですね。これによってですね、自宅で練習して、作ってる音をそのままライブハウスに爆音にしても同じ音で弾けると、これはね、なかなか素晴らしい機能だと思います。早速ね、実演してみたいと思いますけれども、今回ね、差を分かりやすく伝えるためにですね、こちら の, あのヘッドタイプで、実演したいと思います。ではですね、まずは 100W 出力から、やりたいと思います。はい、続いてこの状態から 0.5W に切り替えたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。素晴らしい機能だと思いますね。ライブで使えるってだけじゃなくてね、小音量でも十分クオリティ高いサウンドで、ギターが弾けるので、すごい楽しいアンプですよね。で、このヘッドですけれども、外見からわからないんですけれども、これね、実はスピーカーがついてるんですね。ちょっとこの内蔵スピーカーの音もチェックしてみたいと思います。まずキャビネットから今出てますけど、こちらのサウンドから、で、スピーカーケーブルちょっと抜いてみたいと思います。はい、というわけでね、キャビネットなしでも、バッチリ演奏できちゃいますね。はい、で型のアンプはですね、エフェクト15種類、搭載していまして、同時に3つ、3系統使うことができるんですね。なので先ほどのアンプタイプ5個と、組み合わせて、いろんなバリエーションのサウンドが作れると思います。はい、でエフェクトですけれども、専用のトーンスタジオというエディターがあって、これを使うとですね、合計55種類ですねのエフェクトから、好きなものをインストールして使うことができるんですね。なので、トーンスタジオで使用できるエフェクトをですね、いくつか紹介したいと思います。はい、いかがだったでしょうか。55種類ってね、めちゃくちゃ種類ありますからね、好きなように、自分なりのアンプにカスタマイズしていって、弾くとすごい楽しいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ロックサウンドをね、作り続けてきたボスが、発表しました刀アンプ。噂通り切れ味鋭いサウンドで、非常にいいアンプだなというふうに、思いました。普通ね、こういうアンプで使えるエフェクトの数とかも、全然多く、はるかに上回ってね、いろんな種類が使えますし、音量コントロールもバッチリできて、自宅用としても、それからリハーサルとか、もうライブ用としてもね、いろんなシーンで、使える非常に、優れたアンプだなというふうに思います。ぜひ、店頭で試奏してほしいなというふうに思います。